日本語能力試験聴解 N2 問題1一番父親と子供が話しています。子供はこれからカバンに何を入れますか？ひろみ、明日からキャンプなんだろう。もう準備したのか？うん。 やってるところテントで一泊するんだからちゃんと準備しなきゃダメだ傘は入れたかうん折りたたみ傘入れたよ長い傘は邪魔になるからそれからこんな薄い半袖の T シャツじゃダメだよこっちの丈夫な長袖のシャツと長ズボンがいいんだえー暑いから嫌だな虫に刺されたりもするから長い方がいいんだよわかったじゃあこっちだけ入れて 長ズボンは履いていくよ。あ、これは絶対入れていきなさい。キャンプ場は夜真っ暗だから明かりは必要だぞ。はいはい。それと着替え用に長袖の T シャツをもう一枚持っていきなさい。それはもう入れてあるから大丈夫。子供はこれからカバンに何を入れますか 2番男の人と女の人がサッカー部の練習試合について話しています男の人はこれから誰に電話しますかちょっとちょっと週末の練習試合向こうのチーム全員で40人なんだってえー、多すぎないか試合に出るの11人だろうんでも試合に出ない部員も全員が応援に来るんだって みんなに連絡してくれないえ、みんなってまず、椅子が足りないから、担当の木村さんに行って、増やしてもらって。分かった。それと、お弁当の注文の数。お弁当の担当は、佐藤さんだったっけうんうん。鈴木さんよ。そうだった。でも、彼女まだ授業中だから、今はダメね。それから、マネージャーの田中さんと上野さんだけど、二人はもうすぐここに来るから。 私から伝えとくねうん分かったじゃあ今すぐ電話するよあ待って会計の太田さんにもお願い予算がオーバーするから一応予備費があるから大丈夫だとは思うけどね了解男の人はこれから誰に電話しますか 3番、男の学生と女の学生が話しています。女の学生はこの後どうしますか検定試験申し込んだ締め切り、明日だよね。明日は絶対に申し込まなくっちゃ。今日はバイトだから。私でいつもギリギリになっちゃうのよね。明日何言ってんだよ。今日だよ。31日だから。えー 今日30日でしょあ、31日だ。やだ。30日だと思ってた。どうしよう。まだ間に合うよ。今日郵便局から送ればいいんだから。受験料はもう払ってあるまだ銀行で払うんだっけ銀行の窓口3時までだから、駅前の銀行なら急げば間に合うよ。駅前の銀行ね。 行ってくる。バイト先にはちょっと遅れるって連絡するあそうだ申し込み書今持ってないうちだえー、申し込み書がないと受験料が払えないよ申し込み書に銀行のハンコがいるんだちゃんと払いましたっていうハンコ。でも家に戻ってから銀行に行ったら3時過ぎちゃうなうん 間に合わない。どうしよううーんしょうがない申し込み書本屋でもう一つ買うしかないよどうしても今回受験したいなら私今回絶対合格しなきゃいけないの行ってくるありがとう女の学生はこの後どうしますか 4番、駅で駅員と女の人が話しています。女の人は傘を返してもらうためにどうしますかすみません。昨日、電車の中に傘を忘れてしまったんです。赤い傘なんですけど。昨日ですかええー、昨日の朝です。今日お忘れになったのでしたら、駅事務室でお預かりしていますが、昨日のものは… 忘れ物預かりセンターでお預かりしておりますえそれどこですかこの駅の南口にあります南口ですか反対側ですねええ、ハンコと身分が証明できるものをお持ちくださいお預かりしている場合はすぐにお渡しできますあのー、今日はあまり時間がないんで家に送ってもらえないでしょうか申し訳ございませんが傘は直接取りに来ていただくことになっているんですよ そうですか。明日でも大丈夫ですかセンターでお預かりしているのは4日間です。それ以降になりますと、今度は警察で預かることになっています。そうですか。じゃあ、明日行きます。女の人は傘を返してもらうためにどうしますか 5番、会社で男の人と女の人が話しています原稿が届いたら女の人は最初に何をしますか山田さんちょっと頼みたいことがあるんだけどはい何でしょうか明日山本先生の原稿が届くはずなんだけど預かってくれないかあ、明日から北海道へご出張でしたねうん、もう一つ 届いたら電話が欲しいんだけど、山本先生に届いたというメールしなければならないからね。でしたら、私からメールしておきましょうか。いや、無理をお願いしたので、お礼を言わなきゃならないから、僕がするよ。わかりました。届いた原稿は、お机の上に置いておけばいいですかいや、僕の机の引き出しに入れて、鍵をかけておいてくれないか。大事な原稿だからね。お机の引き出しですね。そう。 これが鍵。それから、原稿が届いたら、まず封筒を開けて、先に原稿のページ数の確認を頼むよ。足りないページがあったら、先生にすぐに言わなきゃいけないからね。わかりました。原稿が届いたら、女の人は最初に何をしますか 問題2 1番 1> 男の人と女の人が話しています。女の人はどうしてお花見に行きたくないのですか今週末のお花見行くよね。あごめん。私ちょっと。え行かないのうん。なんでバイト ううん。そうじゃなくて、私花粉症だから。アレルギーがひどくてね、お花見はちょっと。薬飲めば飲むのはいいけど、あとがね。あとで眠くなるとか薬を飲むと、お酒が。薬とお酒、一緒はダメなのよ。あ、そうか。酒好きだもんな、君。でもさ、それはちょっと我慢して。 アルコールゼロのビールもあるからそんなのつまんない女の人はどうしてお花見に行きたくないのですか二番男の人と女の人が話しています 女の人は新入社員に対してどう思っていますかねえ新入社員の上原さんあの人ダメよ何どうしたの社長の親戚だかなんだか知らないけど全然社会人らしくないのそうそんな風に見えないけど挨拶はしない 電話が鳴っても取らない。それに仕事が遅くてね会議の資料をコピーするだけなのに1時間もかかったんだからまだ慣れてなないいんじゃないのそういう問題かな何より腹が立つのは自分のミスを認めないこと何かミスしたのそう大した影響はなかったからよかったけど反省している様子が全然ないのきっとまた同じミスするわよ。 指導係の君も大変だな新人だから仕方がないなんて言ってらんないわよ女の人は新入社員に対してどう思っていますか三番。男の人と女の人が話しています 市長の予定を変えたのはなぜですか課長、来週の大阪への出張についてちょっとお願いがあるんですがああ、何あの、すみません大阪へ出かける日を水曜日に変更させていただきたいんですがうんあの、ちょっと調べておきたいことがありまして 木曜日に地域の図書館に行きたいんです。翌日の発表に必要な資料になりそうなので、そのための時間をいただきたいと思いまして。説明会で発表する予定だったね。うん、そういうことなら、まあいいだろう。ありがとうございます。それから、説明会が終わったら、教頭支社に寄ろうと思っています。前回の出張の時、お世話になったので、お礼に。うん、そうだな。あ、そうそう。 京都市社の木村部長が入院してるって言うから、時間があったらお見舞いに行ってくれないかはい、わかりました。出張の予定を変えたのはなぜですか ?4 番。男のの人人と女の人が 大学の掲示板を見ながら話しています男の人はどうして勉強会に興味を持ったのですかへえ経済学の勉強会やるんだって。ふん経済学は生きているっていう題かどんな勉強会なんだろうえーっと毎週土曜の午後4回。 経済学者の田中一郎が来るんだって。最近よくテレビに出てるよな。この人の話、分かりやすくて面白いよ。無料なのいや、テキスト代も入れて8000円。あ、待てよ。田中さんが来るのは最終回だけだ。その他の回は、うちの大学の教授だって。そりゃあ、テレビにでも出るような有名な学者の講演、4回もできないでしょうでも、 またなんで経済学の話なんか聞くのうん。俺実はさ、最近なんかそっちの方に興味が出てきてさ、学部を変えようかと思ってね。ほんとに男の人はどうしてこの勉強会に興味を持ったのですか 5番。男の子がおばさんと話しています男の子は何が嬉しいと言っていますかおめでとうよく頑張ったねあ、どうもありがとうございますあなたが合格した中学って入るのすごく難しいんですってねいえそれほどでも それに、高校にそのまま行けるから、受験がなくていいわね。はい、そうなんです。だから、本当に嬉しいんです。今までは、勉強勉強で、サッカーが思いっきりできなかったけど、これからしばらくは、受験のこと考えないでサッカーができるんで。よかったわね。それに、公立高校だから、授業料は無料なんでしょ親高校よね。偉いわ。 男の子は何が嬉しいと言っていますか六番先生が学生にレポートの評価について話しています。先生はレポートの何が悪いと言っていますか先生、 先月のレポートの評価についてお伺いしたいんですが。はい。何ですか私のレポート D の評価になっていますが、どこが悪かったんでしょうか。自分では自信があったんですが、長さが足りなかったとか。えっと、ちょっと待ってください。今確認しますから。ああ、これですね。ええ、長さは問題ないんですが、 内容が、ちょっと。内容ですか。でも、先生が推薦してくださった本をちゃんと読んで、それをまとめたんですが。ええ、でも、ただ読んで内容をまとめればいいとは言わなかったでしょう。え、どういうことですか私は、この本を読んで、あなたがどう感じたかを書くようにと言ったはずですよ。えあ、そうだったんですか。ええ、残念ながら、 指示からちょっとそれてしまいましたねはぁ、あ、先生はレポートの何が悪いと言っていますか問題三<番>。一番デパートで店員が話しています こちらは新しい製品ですが、色が豊富でして、白、青、緑、黄色、ピンク、オレンジと6種類ございます。どれも色が綺麗で、デザインも素敵でしょう。素材は新しく開発された生地で、水を通しません。形は雨が入りにくいように工夫されています。ですから、ひどい雨の日でも、 中に水が入って靴下が濡れてしまうという心配はありません。同じデザインの傘もございますので合わせてお持ちになったらもっとおしゃれですよ。雨の日が楽しみになるんじゃないでしょうか。客が今見ている商品は何ですか 1, ?1 傘 <S 2, 2 <S 1> 靴 2> 3 靴下四、レインコート二番女の人がラジオで話していますラジオってね映像がない音だけのメディアでしょう。だからテレビと違って聞いている皆さんは自分だけの想像の世界が楽しめると思います私 前にラジオドラマで久美子という女性の役をやったんですよ。で、その役をやった後、私に初めて会った人は、ああ、私の想像通りの久美子さんだという人がいれば、私の想像では久美子さんはもう少し若い女性だったという人もいました。同じドラマを聞いても、聞く人が100人いたら、その想像の世界は100通りあるんですね。 ラジオはそんな自由な楽しみ方ができます面白いですよねですから私はこれからもいろいろな世界を皆さんにお聞かせできたらいいなと思っていますこの人は何について話していますか <S 1> 1 <S テレビとラジオの違い2 ラジオのドラマを聞いた感想3ラジオの魅力4ラジオの仕事の面白さ3番男の人が話していますこの間初めて自分でガソリン入れるのをやってみました そういうガソリンスタンドができたって話は聞いてたんですが、私の家の近くにはないし、自分でやるのって大変そうだなって思ってたんです。でも実際にやってみたら案外簡単でした。スタンドのスタッフがいないから人件費がかからないでしょその分ガソリンの値段が下げられるってことですね。窓ガラスを拭いたり、ゴミを捨てたり、それも自分でやらなきゃいけないんですけど、 ま、それぐらいは大したことじゃないし。やっぱり価格ですよ。私の家の近くにもそんなスタンドができないかなと待ってるんですがね。ーー新しいガソリンスタンドの一番いい点は何だと言っていますか ?1。1> 簡単だということ。2>, 2。自分で全部すること。3。 家の近くにあること。4。値段が安いこと。4番。男の人が会議で話しています。ええー、前々からお伝えしているように、来週、本社から社長がこちらにいらっしゃいます。社長をお迎えするにあたって、 しておくことが何点かありますまずは社長がお泊まりになるホテルの予約ですね。あ往復の新幹線の切符はもう取ってあるそうです。それから初日の晩に歓迎会をするので店を決めて予約すること。それから社長が新しい企画の資料をご覧になりたいそうなのでそれを用意しておいてください。とりあえず以上です。 今日はまず必要な予約を済ませてください。よろしくお願いします。男の人は何について話していますか 1, ?1 社長に見せる資料 <S 2, 2 <S 社長を迎える準備3来週のスケジュール4社長のスケジュール 5番女の人が説明していますおはようございますこれから皆さんにはまずグループに分かれて道に立っていただきます矢印が書いてある看板を持って受験生の皆さんが会場まで迷わないでいけるように案内をお願いします各グループの名簿と会場に戻る時間などの指示はプリントにありますので よく見ておいてください。試験が始まったら、グループごとに各階で案内をします。トイレの場所など聞かれた場合は、丁寧に教えてあげてください。試験が終わったら、すぐに会場の後片付けをします。それぞれの階に後片付けのリーダーがいますので、指示を受けてください。あ、案内で使う看板は、この後すぐ配布します。 何かわからないことありますかないようですね。では、皆さん、今日一日、よろしくお願いします。これは何についての説明ですか <S ?1, 1、試験を受ける前にすること二、2 2> 試験の当日のスケジュール三。 試験を受けた後にすること。四。試験の会場でする仕事。問題四。一番。ちょっと聞いて。田中さんのミスのせいで、私また課長に叱られたのよ。一。え、君どんなミスしたの？ 二。S 2> 2 <S えそんなのひどいじゃないか。三。<3 S 1> 課長によく謝った方がいいよ。二番。新しい職場だからってそんなに緊張しないで、じきになれるよ。一。すぐになれますよ。頑張ってください。二。 もう慣れたんですか。早いですね。三。ありがとうございます。どうぞよろしくお願いします。三番。あのお客様。ここでのタバコはご遠慮いただきたいんですが。一。あ、すみません。二。あ、どうもありがとう。三。 あの、ここでタバコを吸ってもいいでしょうか4番お客様そちらの商品はお一人にお一つかりとなっておりますが1 2つもいらないよ 2> 2え一つだけなのそれじゃ足りないな。 5番自分一人の力でやれるものならやってみなさいよ。1もちろんやれないよね。手伝ってね。うんやってみて。だめだったら手伝うからね。三、あやってやる。手伝いなんかいらないよ。6番。 無理なのは承知の上ですがそこをなんとか一、すみませんね無理を言って二、そんなこと言わないで何とかしてくださいよ三、無理なものは無理だよ七番試験難しかった合格できっこないよ 1, 1発表を見ないことにはわからないよ 2, 2そうか合格できなかったのか3合格できるかな八8番こんな難しい問題が解けるなんて君大したもんだね1いやそれほどでもありませんよ ほんと大したものですよそれずいぶん難しかったでしょう9番よくもまあそんな嘘がつけるねあなた1うん上手に嘘つくのって難しいねええ嘘がつけますよ。 三。嘘なんてついてないよ。十番。ねえ、聞いた山田さん、北海道に転勤なんだって。一。え先月大阪から東京に来たばかりなのに。二。さあ、どうかな山田さんは聞いていないかもしれないね。三。ええ、そうなんです。お世話になりました。 11番タバコは体に良くないって分かってるんですがね1体に悪いのを知らなかったなら仕方がないですね 2, 2どうしてですかタバコは体に悪いんですよ3そうなかなかやめられないもんですよね 問題5 1番大学生3人が話していますなんだか疲れてるみたいだねどうしたの昨夜飲み過ぎてねちょっと頭痛いんだえまた飲んだの一昨日も飲んだって言ってたじゃないだって先輩に誘われたら行かないわけにはいかないじゃないか先輩も大事だけど 体の方がもっと大事じゃないのそんなに続けて飲んだら体に良くないよ。女には分からないんだよ。男には男の付き合いがあるんだから。ひょっとして毎日飲まないといられないのえそういうわけじゃないけど、どうしてアルコール依存症って知ってるでしょお酒を飲まずにはいられない病気。本人が気がつかないうちに進行して気がついた時は、 自分ではお酒がやめられなくなってるって言うじゃない。他の病気と違って、周りの人との人間関係も悪くなるんだって。怖いわね。飲んじゃいけないとわかってても、飲んじゃうんでしょ脅かさないでよ。そんなにひどくはないよ。でも、そう言われると心配にならないこともないな。今日の飲み会は断るよ。ええー、今日も飲むつもりだったの信じられない。 本当に大丈夫男の人はどうして飲み会を断りますか 1, ?1 人間関係が悪くなるから 2, 2アルコール依存症になりたくないから3飲みすぎて頭が痛いから4友達が心配しているから 2>, 2番テレビで今日の天気予報を話していますおはようございます今日は東京の最高気温がなんと9度なんですが現在の気温は8.5度で一日中このままの寒さとなりそうです11月としては17年ぶりに10度を下回りそうです 記録的な寒さとなりそうなので、皆さん暖かくしてお出かけください。それからお天気ですが、朝は晴れますが、夕方から夜にかけて雨模様です。お帰りが遅くなる方は、どうぞ傘をお持ちください。わあ、寒いと思った。10度ないんだもんね。寒いわけだ。今日仕事のンチまで午前中で終わり。よかった。 ちょっと風邪気味だから早く帰って家で休むわ。いいな俺なんか何時に終わるか。今日も遅いんだ。忙しいね。うん。コート着てった方がいいよね。これじゃ。そうね。質問1。男の人は何が必要ですか 質問2女の人は何が必要ですか